はい、はい、はい、塚本和志最近遠距離がちょっと重たくなってそこまでそこまでいっちゃう。お酒に溺れてる。昨日溺れたな、おい。昨日溺れたなんか覚えてないよ。起きたらもう誰もいないから。気がついたら少し太ってる。塚本和志、一体どうするの？遠距離恋愛はどうするの？どうするの？アメリカに住むとしてもちょっと遠いし、日本で住むとしてもどうしようかな。